やあ、刹那圭介だよ。前回、なんだったかな。横に動く絵のやつ。わからんので、ちょっと先に別のところから調べていきたいと思います。目を凝らして見てごらん。生命を持つのは誰だろう。知らん。うーわ。見ただけでそんな生命が、持っとるとか、わかるか。あ、なんかある。やったー。よく見てごらん。よく見てごらん。目が一つだけのやつがこっちを見つめているのかもしれません。怖いですね。だからって、だから何なんでしょうかね。ちょっと調べてみましょうかね。指を刺すとかありますね。よくわかりませんが、とりあえず真ん中でも刺しておきましょうかね。何も起こりませんね。何がやりたいんでしょうね。何かこいつらに違いとかあるんでしょうかね。わかりませんね。本当に違いがわかりませんね。とりあえず無視して違うところから行ってみましょうかね。ではこっちの方に行ってみましょうかね。戻ろう。余白の美。余白の美ね。なんとなく手を抜いてるようにしか見えないけど。じゃあ入りましょう。ん？なこれ。ねえ、イブ。ああ、そうか、ここがあれじゃ。前回あの横に動く絵のところだったんじゃ。じゃあここカットね。なんだろう、何話のカラス何話だったっけこれ。1、2、3話？3話だったかな。うろ覚えですよ、もう。パッと見て3を。いやー。で、こっちは何だろうね。まさか、青だからって、この魚っていうわけじゃないだろうな。単純すぎる。1、怖いトンが1、2、3、4、5? あれ？もしかして5であったの？魚が5か？さ、か、な、これできるんかな。イエーイ、やったー。やったけど何か起こるんかなこれ。おう、わお、イエー、やったー。入ってよかった。久しぶりにやったら、前回のパートから結構経ったんですけどね、久しぶりにやったら結構なかなか通して正解するもんですね。で、どうやって出るん。あ、出れた。出るやつやなこれ。何今の、出るためのスイッチちゃうんすか。出るためのスイッチちゃうんすか。またカットすか。もういい、もういい。ここは後回しにする。別のとこから行く。何がいかんかったんか全然わからない。開かない。こっち行こうか。永遠の通路やって。永遠って言葉があると思うな。なんだ。え、あ、鳥くん。え、なになに、なになに。3、4、5、6、7、8。覚えゲーじゃこれ。絶対覚えゲーじゃ。俺覚えゲー苦手なんすけど。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。まっすぐ。あれ？長ないっすか？な、ま、長ないっすか？ちょっと、長ないっすか？外れたパターンのやつや。なるほど。間違っとったらあれなんじゃ。間違っとったらあれなんじゃ。こういう永遠に出れませんよ。3、2のところでコマがあるんじゃ。3、え？オッケー。多分覚えた。こっからスタートだったっけ？覚えてない。ああ、そこからスタートね。オッケー。で、1、2でまっすぐ行って、ここで曲がって、よっしゃー、多分いけるわ。あれよ、こっからスタートで1、2って行くんよ。ここで曲がって、1つだけ進んで、壁まで行って、2つ進んで、真ん中行って、そっからまっすぐ。正解！行きました。鳥くん、ありがとう。あ、あれ？
あれ鳥くん、絵の中に入れるのか、イケミ。え、何ポケモンそれ、何ポケモンすか。鳥ポケモンじゃないな、絶対絵に関係するな。絵の鳥ポケモン、そのままやん。面白いと、鳥か思いつかないね。暖かな場所、そんなに絵の中が暖かいんか。ここにお家があったのね。あっしゃー、順調順調、俺京子。もう意味わからんよ、俺テンションおかしいなってる。あのね、今日試験終わって帰ってきてすぐに撮ってるんですよ、試験の最終日ね。だからもうテンションおかしいなってる。ここ終わった、終わったっけ。終わったよな。もうテンションおかしいなってる。ここはどこだったっけ、終わったところやね。まあ調べ残しがないとは言い切れん。でもってこれがどれだどれだって感じです。待てよ、見つめ合って見つめ合って、私は、あ、これ撮る前の話だった、これ。撮ってなかった頃だった。うん、わからんよなこれ。全然わかりませんよ、これは友達ね。そうなるとですよ、ここもようわからんし、後回しにしたいところだったのに。ここは測んのだろ、まだ。おーす。あ、こっちまだいけるんで、こっちいけるんで。こっち先に何があるか見ておこうか。これ、全部終わってからいけそうなところなんやけどさ。わあ、失敗作やん。うわ。コペルニクス的展開の展開。ダジャレか。なんかこれさ、このやつ撮った瞬間、後ろの失敗作が出てきそうな気がするんやけど。顔が塗りつぶされた絵がある。なんか嫌な場所にあるわね。その通りだよ。これ撮った瞬間、パーンって出てくるパターンだ。一応やってみようか。逃げろ。あれあれ あれ出てこんのっすか。なんだ、怖いやん。出てこんのっすか。これ入れるの。あー、ここか。ここで下を覗いてみる。選んだら後ろからポーンって押されるんだ。いつぞやの定信。覗いとこう。うわー、何この穴。これもゲルテナの作品なのかしら。もうなんか感性の次元が違いすぎて。ねえ。ほら、来た。あー、予想通りすぎる。これ落ちてよかったんだろうか。後で出て、まだやってないところはあるんやけどさ、全部。うん。イブお願い、起きて。イブ、よかった。生きてた。大丈夫？どこか痛くて、痛いに決まってるわよね。でもよかった。でもバラの花が、ギャリーは、ああ、これ、イブのセリフで読めたら。でもバラの花が、ギャリーは、うん、あちこち痛むけど、一応は歩けるから大丈夫よ。私たち背後にはもうちょっと気をつけた方がいいわね。本当だよ、もう。サダノブの件で学びなさい。ていうかもう、まるばっかりだったと思うけど、お前何ここまで来とんや、お前何ここまで来とんや。ここまで来んでもいいや、なんかついた、調べずに調べてしまった。誘う宝石箱のマクツって読むかな。ようわからんけどな、これ。存在しなかった天体は知らんやん。知らん、出られない。え、開けられた。あ、ここに繋がっとったんじゃ。なるほどね。あー、お前何ここまで来たんだな。ついてきすぎよ、お前。失敗作。私、失敗作アピールとかもういいけん。やっばー。つまりさ、なかった天体とか言われても知らんもん、俺。知らんよ、そんな。何がなかったとか知らんよ。太陽はあった気がする。月。ああ、消去法で言ったらこれだと思う、俺。知らない、そんなの知らない。ああ、わからん。
どうすればどうなんかわからんし、存在しなかった展開って天体もう噛んでるん。いやー、こっから難しいなってきた。序盤簡単やーって思っとったら難しいなった。こいつから調べていこうか。もうカットポンポン使うことになるだろうな。お、今ちょっとこいつの一番上のやつ動いた。ほらほら、いやお前か、マイクはゾウスキー。あれ、何倒れてきてるんだい、何で倒れたんだい。あ、おじきか、なんだおじきか、びっくりした。うん、うん、動いてるね。うん、左右に動いてるね。わっ、あ、ありがとうありがとう、なんかありがとう、やった。ほう、俺は見逃さんかった、見逃さんかったよ正直。何、73分けか64分けかぐらいの違いしかわからんかったもんな、見た目じゃな。よかった。ピースあといくつなんだろう。あと3つ。じゃあとりあえずこっちから行こうかな。例によってカットしますね。あ、ミスった。やべやべ。確かさ、あるよな。わーす。確かここを見て、これを押したら死んだんよな。つまりどっか別の入り口が複数あるんだろうけどね。多いよ、4つもあるん。ヒントなしで4つとか無理じゃねえ。ちょっとヒントなしで4つとか無理なんやけど、なんかヒントくれん。ヒントくれ。ヒントくれ。ヒントちょうだい。ヒントをください。こっちかな。ヒントなかったら無理に決まってんでしょうが。何なん、クォーターですよ、確率クォーターですよ。そりゃさすがに無理でしょう。っていうか俺ちょっとセーブしてないんやけど、あの江戸にらめっこしたところからセーブしてないんやけど。はい、もうちゃんとセーブした、もうちゃんとセーブした、ちゃんとセーブした。でもってあと3枚の状態になった。それよりね、やり直した時にね、やり直してきた時にね、これのヒントを見つけたわけですよ。それはね、こうまたこっちの方に、上の方に行きますよ。上に行く方、上の方に行くんですよ。でこっから飛び降りるわけですよ。ちょっと飛び降りた瞬間をちょっと覗いておきましょうぐらいな感じかな。あー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 っていろいろあったでしょ。で、これの中のなかったものって感じですよ。まあ何がなかったのかあんま見えてないけど、緑なかったような気がする。月なかった気がするんやけどな。問題はさ、あだったとしてどうなるかっつうような、ポコーンって出てくるんかな。両方とも綺麗に合わせたらポコーンってなるんかな。何回か繰り返さなあかんな。これこの状態でクラッシュを覗いたらどうなるんかな。お、天体のことを言ってくれたんだ、イギャリエさん。ヒントですよ。でもね、その前に気づいちゃったんだよね、俺。ああ、やっぱ緑ない、緑ないで。緑はない。緑は確定や。緑は確定。全身、あ、やばい、よう見たら HP 減っとる。HP 減っとる、HP 減っとる。ああ。HP 減るとかきっちくやろ。どうすればいいかとかわからない。うん、多分これが、そんで。ください。壁の謎解いたら話しかけろ。間違えたらガムだって。
いやーもうこれ怖い怖い。赤いやつ2つもなかった気がする。でもってなかった赤はこっちだった気がする。あ、違うんですか。もう一回見直してこないな。よっしゃ、見極めた。緑はまあないってことは分かっとった。なかったんはさ、こっちだったね。よっしゃ、構えても問題ないよ。よっしゃくれ、だから。お前、パズルのピース一つだけ元で宝ってなんなん。それだけでなんか価値あるんだろうか。なんか誰かから大切な人からもらったんだろうな。大切な人も大切な人や。なんで一ピースだけなの。というわけでいただきます、大切なもの。ごめんね。あと2つか。あと2枚どこだろうって考えたら、とりあえず1、そういやここで最初出てきて、最初つうか入り口入ったところで出てきてだったっけ。まあ細かいことは次のパートに考える。ファイル6にセーブ。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。 See you again。